この時間はアルビレックス新潟対サンフレッチェ広島、こちらをご覧いただきます。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ、勝負の行方を見守っています。コンディション確認しましょう。現地の天候は晴れ、いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アルビレックス新潟がこの試合は 4-5-1 のシステムです。そうですね、このシステムのいいところは両サイドハーフが上がることによってすでに 4-3-3 にトランスフォームできているところですよね。例えば守備からカウンターへの流れなんかは両サイドのオーバーラップで数的優位な状況を作れますからね、はい、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。新潟のキックオフでスタート。アルビレックス新潟対サンフレッチェ広島、エキシビションマッチが始まりました。やはりこの前半の立ち上がりですよね、はい、ここで自分たちの流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね、落ち着いていきたいところですよね。なるほど、ゲームの序盤見ていきましょう。奪います、島田、組み立て直します。さあカウンタースピードを上げたいところ、いいとこ入りますよ、いい展開ですね。松本、広島ここは主導権を握ろうと積極的に行ってますね。マルコス・ジュニオール、スペースを狙う、勝負のシーン、守備陣クリアの対応です。ここはすぐ奪い返します。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね、どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。さあカウンターのチャンスになります。太田、さあ打てるか、シュート、アルビレックス先制。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。満田、この流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね、落ち着いていきたいところですよね。なるほど、ゲームの序盤見ていきましょう。奪います、島田、組み立て直します。さあカウンタースピードを上げたいところ、いいとこ入りますよ、いい展開ですね。松本、広島ここは主導権を握ろうと積極的に行ってますね。マルコス・ジュニオール、スペースを狙う、勝負のシーン、守備陣クリアの対応です。
ここはすぐ奪い返します。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。さあカウンターのチャンスになります。太田、さあ打てるか、シュート、アルビレックス先制。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。満田、このままだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。さあカウンターのチャンスになります。太田、さあ打てるか、シュート、アルビレックス先制。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。満田、ここで前を向けるか、前線へロングボール、谷口、ここは奪います。長いボール縦に入れます。野津田、ここで丁寧にコントロールと呼んでいた。ここはボールを下げると、ボールは柔らかいパス、このパスはキーパーへ。柏がパスを出しましたが合いませんでした。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半終え1対0。北澤さん、